イソベイは7月21日から1998年9月8日は日本の内務官僚。日本中央競馬会保険組合顧問。山市土圏相談役。弁護士、イソベアツの長男。愛知県名古屋市出身。1924年高等試験行成科試験合格。1925年東京帝国大学法学部。法律学科卒業。 内務省に入り警保局図書課勤務を経て1927年、島根県警防課長となり、山梨、滋賀、長崎各県事務官、行政裁判所表情官、大分県学務部長、厚生省社会保健局所務課長、茨城、兵庫、福井、福島各県内政部長、秋田県知事を歴任。1949年、 参議院労働委員会専門委員に任せられる。1955年に辞任。1959年、愛知県知事選挙に日本社会党を公認で立候補するも、現職の桑原美希根に敗れ落選。1998年9月8日、肺炎により死去。97歳没。趣味は読書音楽。宗教は新習。住所は東京都目黒区。 神目黒。AB、朝日新聞1998年9月10日、長官、一面の不法より、ハット ABCDEFGHIJKLM、NOP、第21般人事更新録上、263ABCDE、人事更新録。第13版上、288、e,、朝日新聞1959年1月7日付夕刊、東京版、一面。 ありがとうございます。